ワンマン運転、ワンマン運転とは、車掌が乗務せず、運転士一人によるバスや旅客列車の運行方法である。車掌の業務である、運賃授受,受や、発車時の安全確認などは運転士が兼務する。ワンマン運行とも言う。ワンマン運行の路面電車を、ワンマンカー、バスを、ワンマンバスないし、ワンマンカー、列車を、ワンマン列車ないし、ワンマンカーと呼ぶ。 ワンマン運転は、鉄道や路面電車、バスを中心に実施されている。都市部の地下鉄では、都市型ワンマン運転も多い。ワンマンはという語句で、アメリカ合衆国でも用いられている。また、英語で、カンダクターラス、車掌抜きとも表記されるため、京阪電気鉄道などでは、ワンマン表示のもとに、カンダクターラスのエージを併記している。 運賃収受システムとしては、運賃箱に運賃を投入する方式。日本、韓国、ハワイ州のバスなど、運賃支払い時に乗車券を発行するケース。オーストラリア・クイーンズランド州、ゴールドコーストサーフサイドバス、台湾の距離比例運賃制のバス、シンガポールやイギリスのバスなどがある。また、ヨーロッパ地方の路面電車や鉄道で、信用乗車方式が普及している。 また乗車カードの普及も進んでおり、日本のスイカシステムに先駆けて実用化された香港のオクトパスをはじめ IC カード乗車券の普及も進んでいる。電子マネーが普及している地域では釣り線の用意がない場合が多く、乗客にとっても利便性が高い。なお、世界的にはこれらの乗車券をスマートカードと呼称するのが一般的である。 日本では主に列車あたりの輸送量が小さい線区や路面電車、路線バスにおいて人件費削減のために実施されている。このため複数による分業よりも運転手にかかる負担が大きい。日本の路面電車やバスのほとんどがワンマン運転を行っている。ワンマン列車であっても乗降客の多い時間帯や区間を運行する場合、車両が多く運転士のみでは 客扱いしきれない場合、ワンマン化されて間もない場合などには、車掌資格を持たない、転乗員が乗りすることがある。転乗員は乗客への案内や、乗車券販売、車内改札といった、補助業務のみを行い、扉開閉など、列車の運転業務は運転手が行う。例えば、京阪西山坂本線では朝ラッシュ時、後方車両に、列車防護要員が乗務する。 列車防護要員には運転士の資格を持つ者と、そうでない者とが存在する。夜行高速路線バスなどで運転士が二人乗務し、一人の運転士が運転を担当している間はもう一人の運転士は紙を取り、数時間ごとに運転を交代しながら運行するケースが見られるが、認可上はこれもワンマン運行という扱いである。なお、 日本の場合は、日本の大量交通輸送機関において、運転士が単独乗務する事例は1950年代以降に本格化し、広く普及し始めたのは1960年代以降である。ごく古い車掌省略の例では、1923年、大正12年に、関東大震災で寸断された路面電車網の保管のため、東京市電機局が、 ホードキー型トラックシャーシに簡易車体を仮装して運行した市内バス2窓か太郎バスがある。あくまで災害に伴う緊急措置であり、路面電車網が復旧し、またより本格的な路線バスの運行が行われるようになると車掌乗務が復活している。鉄道では、馬車鉄道や小型客車を人力で推進する一車軌道、明治大正期に各地で 若干の例が存在等を除けば、762mm 期間の軽便鉄道だった岡山県の伊笠鉄道。鉄道線は1971年、昭和46年線が確認できる最初とみられる。同社は1927年、昭和2年7月に、軌道自動車と呼ばれる、当時の量産自動車のパワートレインを流用した、定員20人の超小型ガソリンカーを導入したが、 車両定員が極端に少ないこともあり、同年10月に監督官庁へ車掌省略の特別許可を申請、認められている運賃収支は駅で実施。いつ頃まで車掌省略運転が行われたかは不明である。車掌省略は、伊加サ鉄道に続いて、超小型ガソリンカーを導入した下津井鉄道、後の下津井電鉄、鉄道線は1990年、 平成2年廃線、破綻鉄道、国家買収により、加古川線他となるでも一時をれていたという。日本の大量輸送型交通機関における本格的なワンマン運転は、1951年6月から大阪市交通局が一部路線のバス、当時の今里安倍の橋で夜間に限り行った例が最初とされる。これには、1947年、 昭和22年に制定された労働基準法の女子の保護規定、深夜勤務の制限により、女性車掌の深夜乗務が不可能となったことが大きく影響している。1960年代以降、地方では自家用自動車の普及、モータリゼーションや人口減少、特に若年人口の減少による通学者の減少が進行し、公共交通機関は、 乗客の減少による経営難に直面するようにいった。また、都市部においても路線建設費の高騰、減価消却費の増大や求人難への対処が求められるようになり、合理化策として車掌乗務の廃止が進められていった。路線バスでは、1960年代以降に大都市からワンマン化が広がり始め、やがて地方のバスも山間部や境内路線のように、 保安要因として、車掌を要する特殊な路線以外は、ワンマン化されていった。路面電車では、名古屋市電が合理化策として、郊外換算路線の下の一式線、築地線で1954年2月から実施したのが、最初である。ワンマン電車の普及が進むと同時に、路面電車自体が廃止により激減したこともあり、現存するほとんどの路面電車が、ワンマン運転である。なお 広島電鉄、熊本市交通局では連接車を中心に車掌を乗務させている。 主に乗降口が一箇所しかない高速バスや、それに準じた車両、トップドア車を用いる一般路線バスで用いられる。また、二ドア車の中、あとドアを半永久的に締め切り、事実上のトップドア車として前乗り前をり方式で使用する場合もある。その他に、関東自動車、栃木県や箱根登山バス、合図の利合自動車、また、沖縄県内各社では、後部ドアも、 開閉可能ではあるが通常は使わず、車椅子で乗降する場合のみ使用、前乗り前折り方式で運行する路線がある。この場合、大部分の路線では、ベビーカーは乗降する際、折りたたむ必要がある。納品乗り合い自動車及び動交通では、豪雪対策として採用している。お中型車両の入り口と出口が分かれている事業者で、あっても、小型車両においては、 以前のマイクロバスが構造上原則としてトップドアであるために前乗り前振りを採用している場合もある。かつて神奈川中央交通の宅間運賃制でもこの方式が採用されていたが沿線利用者の要望やバリアフリーに対応するため中乗り前折に変更された。鉄道でも採用があり JR 北海道はすべてこの方式である。 改札業務を行っている駅では、ホーム側の全ドアが開くが、朝晩の無人時間帯、窓口営業時間外は、無人駅と同様に前ドアのみが開く。JR 九州では、日光本,本線の総太郎駅で採用されている。乗車時に乗務員のいる前方のドアから入り、運賃を支払った上で車内に進み、降りるときに後方のドアから降りる方式である。終点で、 すべてのドアが利用できるので降車時間が短くなる。主に均一運賃の路線で用いられる方式である。この場合、乗車時に所定の運賃を運賃箱へ投入する。事業者によっては釣り線を出すことができる。できない場合は両替して投入する。大都市部の一般路線バスに多いほか、軌道線では、棘荒川線、東急世田谷線、豊橋鉄道、 東田本線などで採用されている。瀬タ谷線は二両編成の最前部と最後部のドアに、乗務員、運転士、案内係を置くし、校舎は乗務員が配置されていない、中間部のドアから行う。この方式を連結二人乗りと称しており、前身の東急玉川線時代より行われている。なお、車両後部に配置される案内係は、ドア開閉や安全確認を行わず、 すべて運転士が行っている。大都市圏の一部を中心に、前乗り中、後不利式で、区間性運賃としている路線もある。この場合、乗客は乗務員に降車地を申告し、その降車地までの運賃を支払う。信用乗車制前払いとも呼ばれ、東急バス、京浜急行バス、神奈川中央交通、江ノ電バス、西武バス、奈良交通、東武バス、 京成バスなどの一部路線で採用されている。ワンマン運転は当初、大都市の近一区間から導入が始められたため、前乗り中、後振りは主流だったが、大阪市交通局や京都市交通局、バスや、近鉄バス、近鉄直営の近畿日本鉄道自動車局時代、なのように中、後乗り前折に変えた例もある。後払い、整理券方式の乗降客が、 比較的多い区間、または路線運賃体系上の第一区間、整理券発行不要区間で用いられる。乗車時に後扉、入り口付近の発行機で整理券を取り、降車時に整理券番号に応じた運賃を払う。多くの路線バスのほか、本州、四国、九州のローカル鉄道路線やほとんどの路面電車で採用されている。関西地方では整理券を発行しない。 均一料金制の路線バスも一部を除き後乗り前、折、交車自払いになっている。ワンマン化の過渡期、ワンマン運転は当初、大都市の均一区間から導入が始められたため、前乗り中、後振りが主流だったや、同じ地域内で、事業者の運行形態や、乗降の扱いの違い、甘崎市や伊丹市の交通局は均一区間の、前乗り中、後振りに対して、半球バスや、 阪神バスは、整理券方式の中、後乗り前折り、奈良交通の場合は、同じ事業者でも奈良市中心部では系統によって、前乗り中、後振り先払いと中後乗り前折り後払いで、運賃支払いの扱いが違うなどで、前乗り中、後振りと混在している例がある。キセル防止のため、乗車用の後ろ扉を降車用の前扉から少し、遅れて、開けるようにしたり、 ホームに乗客がいない場合は、後ろ扉を開けないか、すぐに閉める運転士も多い。半自動扉、客用、ドアボタンで開閉するものの場合、無人駅での停車中は、乗車用の後ろ扉の、開ボタン、車内では、回避できない、車外の、開ボタン、車内の、閉ボタンは、操作可能。降車用の前扉は、車内の、開、閉ボタンの操作は可能。 またその観点から駅の出入口付近に列車を停車させるようにした駅もある。鉄道において鉄道の有人駅や遠隔監視、巡回による自動改札各間ではすべてのドアが乗降に利用できる場合が多い。これを自由乗降方式と呼ぶ JR 四国のように有人駅でも後乗り前振りを採用する場合もある。ただし路線バスにおいて 自由条項という言葉は、停留所以外でも乗降できる方式を指す。こちらについては、フリー乗降性を参照。例えば、広島電鉄の場合、友人の広島駅と、広電西広島、濃い駅、いずれも早朝、深夜等の換算時間帯を除く及び広電宮、島口駅での降車は改札員へのご払い方式で行われている。また、 伊予鉄道の軌道線でもラッシュ時は一部の停留所に係員が配置され、すべての扉から降車ができる。しかし、IC カード対応機器の都合で、あと、扉から降車できるのは、現金と定期券、1日乗車券、試験の旅客に限られ、IC カード利用客は前扉からしか傾車できない。JR では、ラッシュ時など乗降時間が延びて、遅延を引き起こす。 可能性がある場合、ワンマン運転を行う路線でも指令所の判断により、無人駅ですべてのドアを開くこともある。JR 九州では2006年3月18日の改正で一部の区間を除いて、ワンマン運転時に無人駅でもすべてのドアを開くようになった。また、近畿日本鉄道の一部路線や、養老鉄道などでは、設備費の削減や、 法律的な運行を実施するために、無人駅でもすべてのドアが開く、いわゆる信用乗車方式を取り入れている。富山ライトレールでは、降車時間の短縮対策として、IC カード、パスカ、自社発行及び、E コミカ、富山地方鉄道発行の利用者に限り、すべてのドアから降車できる、信用降車を取り入れている。上海市の路線バスでは、プレートの色が、 車掌付きバスの通る路線のバス停ではオレンジ色または白色ワンマンバスの通る路線のバス停では黄緑色または黄色となっている車掌付きバスでは前後どちらからも乗車でき車掌からキップを購入するがワンマンバスでは前方のドアから乗車して料金箱で運賃を支払う形式となっている楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。